野球観戦の醍醐味の一つといえば、プロの投手たちが投げるスピードボール。近年はプロ野球でも160キロを投げる投手が増え始めており、プロ野球最速はチエゴ・ビエイラが2021年に記録した166キロと、球速160キロは珍しい光景ではなくなりつつあります。しかし過去には160キロをはるかに上回るようなありえない球速が計測されたこともありました。今回は誤作動でありえない球速を出した選手たちを紹介します。2010年代に広島、西武、ソフトバンクで活躍したデニス・サファテ。193センチの長身から投げ下ろされるストレートの威力には定評があり、プロ野球通算234セーブを記録しました。そんなサファテは西武時代の2013年にありえない球速を出して話題となります。2013年9月29日のロッテ戦で8回からマウンドに上がったサファテは、打者の石峰翔太に対して2ストライクからストレートを投じました。このボールは高めに大きく外れてしまったものの、スピードガンにはなんと172キロと表示され、球場がどよめきます。テレビ中継の実況も172という数字が出てどよめきましたとサファテの球速に触れましたが、解説はそれはないと返答。正しく球速が計測されていれば172キロは世界最速でしたが、サファテの最速は100マイルおよそ161キロで、日本に来てからは160キロを投げていなかっただけに誤計測だった可能性が高いでしょう。サファテが西武に所属したのは2013年の1シーズンのみでしたが、この年は58試合に登板してわずかに1敗、勝ち星では来日後最多の9勝を記録しており、実セーブ16ホールド、防御率 1.87 と素晴らしい成績を残しました。以降の年もプロ野球を代表するクローザーとして活躍したサファテは NPB 史上最多のシーズン54セーブ、NPB 史上最長の43イニング連続奪三振、史上初の両リーグでシーズン30セーブ達成など数々の偉大な記録を樹立しています。特にソフトバンク時代の2017年の活躍は目覚ましく、前人未到のシーズン50セーブを達成し、 NPB 記録のシーズン54セーブで3年連続となる最多セーブを獲得したのみならず、シーズン MVP、 日本シリーズ MVP、 勝力松太郎賞なども受賞、クローザーとして歴史的なシーズンを送りました。現在楽天で活躍する岸隆幸も誤作動でありえない球速を出していました。2014年7月18日に開催されたオールスター第1戦でパ・リーグオールスターの先発を任された岸は、1番丸佳浩に初球ストレートを投じます。この投球はファールになりましたが、表示された球速はまさかの84キロ。2球目は内角へのストレートを投じ2ストライクとしましたが、またもや球速表示は86キロとプロの投手としてはありえない球速が表示されました。3球目もストレートを投げ込みファールになりましたが、球速表示は相変わらず84キロと誤計測が続きます。4球目は変化球が外れボールになった後、5球目に内角高めストレートを投げ丸から三振を奪いました。球速表示も147キロと本来の表示に戻っており、岸は2番菊池涼介をセンターフライ、3番鳥谷隆をセカンドゴロに打ち取って三者凡退で1回の投球を終えます。そして圧巻の投球を2回で見せました。4番ブラッド・エルドレッドを外角へのチェンジアップで三振、5番キラ・カーイフエも外角へのチェンジアップで三振、さらに6番ウラディミール・バレンティに対してはこの日最速となる150キロのストレートで三振を奪い、3者連続三振。岸は2回を投げ4奪三振、被安打0、無失点と完璧な投球を見せ、
この試合の敢闘賞を受賞しました。この試合は西武ドームで行われたため、試合後岸はおそらく多かったであろう西武ファンへ向けて、せっかく地元でやるので特にライオンズファンにいい投球を見せたかったと喜びを語っています。150キロを計測したことについては、150なんて見たことない、嘘だろって思った、まさか西武ドームで出るとはと本人も驚いていたようです。それでも抑えたから楽しかったと言える、ただそれだけですよ。後半戦へ向けてということとは別物、イニングが分かっていたから思いっきり投げられただけと、最後は岸らしく冷静に語っていました。オールスターでの好投でも分かる通り、2014年の岸は絶好調で、5月2日のロッテ戦では1四球8奪三振の内容で史上78人目のノーヒットノーランを達成しています。オールスター明けの後半戦も素晴らしい投球を続け、2014年は23試合の登板で13勝4敗でリーグ2位の防御率 2.51 を記録、勝率ではリーグトップの7割6分5厘を記録し、自身初のタイトルとなる最高勝率を獲得するなど充実したシーズンを送りました。2023年はメジャーデビューを果たし、64試合に登板して7勝8敗、防御率 7.18 の成績を残した藤浪晋太郎。メジャー2年目となる2024年はメッツへ移籍し、さらなる飛躍を目指します。そんな藤浪もプロ2年目の2014年にありえない球速を出して話題となっていました。2月25日に韓国チーム LG ツインズとの練習試合に5回から登板した藤浪。2014年初めての対外試合登板だっただけに初球が注目されましたが、球場のスコアボードにまさかの184キロが記録されました。あまりの誤計測ぶりに実況解説陣は盛り上がり、藤浪も球速を確認した後思わずマウンド上で笑ってしまいます。また6回には184キロよりもさらに速い186キロも記録するなど、誤計測は多かったものの、この日の藤浪は150キロオーバーを連発する好調ぶりで、2回2安打1失点4奪三振でマウンドを降りました。機嫌も良かったようで、試合後には感覚的にもしっかり投げられている、制球の甘さはあったが直球の走りだけを見れば悪くなかったと手応えを口にし、球速について聞かれると、人類史上最速です、186キロ出たので調子は悪くないですよとジョークも飛び出します。その後、今日は全体的に甘かったのでそんなに出ていないと思いますよと球速表示については否定したものの、スピードガンどうこうではないですけど自分の感覚としてはしっかり投げられましたと2年目のジンクスを感じさせない内容でした。この言葉通り、藤浪はシーズンに入っても好投を続け、25試合に先発して11勝8敗防御率 3.53 を記録。高卒1年目からの2年連続2桁勝利は2000年の松坂大輔以来14年ぶり、セリーグでは1968年の江夏豊以来46年ぶりの快挙を果たしています。2023年まで楽天の監督を務めていた石井和久も、選手時代に誤計測で史上最速の球速を叩き出していました。楽天戦に先発した石井は1番肘沢亮への2球目が外角へ外れボールとなりましたが、球速はまさかの888キロと明らかな誤計測が表示されます。若手時代は快速球で鳴らした石井でしたが、ヤクルトからメジャー移籍後にヤクルトへ復帰、そして西武へ移籍する頃には技巧派のサウスポーへ見事にモデルチェンジをし、西武でも6年間で45勝という素晴らしい成績を残しました。石井は2013年に西武で現役を引退、日本では通算143勝を挙げ、メジャーでも4年間で39勝を挙げています。現在横浜 DeNA の監督として活躍している三浦大輔もまたありえない球速を出した一人です。
2004年のオールスター第1戦に1対1で同点の3回から2番手で登板した三浦は、先頭打者の8番中島博之にライト前ヒットを浴びます。その後盗塁と9番谷義知のライトフライでワンアウトランナー3塁のピンチを迎えましたが、1番新庄から三振を奪い、2アウトで2番小笠原道弘を迎えました。気の抜けない打者との対戦が続く中、カウント2ボール2ストライクと追い込んだ三浦はスローカーブを選択。しかしこのボールはストライクゾーンを外れた上、あまりの遅さに0キロと表示されてしまいました。それでも三浦は小笠原を三振に打ち取り、ピンチをしのぎます。しかし4回に5番城島健二にソロホームランを浴び、1対2と勝ち越され、その後セ・リーグも反撃しましたが、逆転までは至らず、パ・リーグに3対6で敗北となりました。この試合は負け投手になったものの、三浦はその後のオールスターでもスローカーブを駆使して見事にパ・リーグの強打者たちを打ち取っています。2012年は第3戦の先発マウンドを任され、いろんな技術もあるからね、スピードだけじゃない、緩い球を投げるのも技術、俺の良さはまっすぐじゃないから、ごまかすこと、助走つけて投げても150キロは出ないからねと、球種のコンビネーションで勝負に挑んだ三浦。スローカーブも5球投じ、そのうち3球があまりの遅さに球速表示されず、場内が沸きました。この試合は中島博之、中村武也、井出穂といった強打者を相手に2回まで無失点に抑えましたが、3回に力尽き4失点、負け投手となっています。しかしこのまま終わらないのが三浦です。翌年2013年のオールスターはスローカーブできっちりとリベンジを果たしており、また三浦自身もこの年のオールスターを思い出深いと語っていました。この年パ・リーグの注目選手はルーキーながら二刀流で日本中の話題をさらった大谷翔平でした。三浦は6回から登板し、2アウトランナー1塁で6番大谷を迎えます。前半戦を終えて打率3割5厘、2本塁打と好成績を残していたゴールデンルーキーを相手に、三浦はベテランらしい投球術を披露。3球で2ストライクに追い込みます。そして4球目に選んだ球種は球速表示されないほどのスローカーブでした。大谷は予想していなかったのか、遅すぎるボールに全くタイミングが合わず、ボテボテのピッチャーゴロに打ち取られ、にっこりと笑いながらベンチへ帰っていきます。7回も無失点で抑えた三浦は2回を無失点で後続につなぎ、マウンドを降りました。後に三浦はこの時の大谷との対決を、高卒新人とは思えない雰囲気があった、甘くいったらイカれてしまうようなと感慨深げに振り返っています。いかがでしたでしょうか。さすがに180キロを超えると誤計測と分かりますが、近年の投手のスピードの進化は凄まじいだけに、170キロ台なら本当かもしれないと思ってしまいそうですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。